皆さんこんばんは。こんばんは。ワイワイリンクの横山です。で今日は、ゲストとして、村田さんに来ていただきました。村田です。こんにちは。今日は皆さんご存知村地の部屋の激パクリ企画。まだ名前は決まってないんですけど、今日は村田さんの方にちょっといろいろお話をお聞きしていきたいなと思っております。で早速なんですが、はい、まだその名前初めての企画になるのでましてやちょっと激パクリなので、ちょっと名前を村田さんに決めていただきたいんですけど、名付けの親になってもらえればなと思うんですけど、ちなみにレベル高いね。なんで村地の部屋なんですか？あれは、僕たまたま小学生ぐらいの時のあだ名が、はい、ムーか村地だったんですよ。ムーか村地、はい、はい、でムーっていうのはなんか微妙だなと思って、はい、で村地がいい感じにダサいなと思って、あダサい方がいい、そう覚えやすいし、なんか親しみも湧きやすいかなっていうので、はい、あ村地の部屋でいいよって、まあ、徹子の部屋あったんで、はい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 、はい、それもパクロうと思って、あなるほど、で村地の部屋大学パクっていうのにしました、はいはいはい、なるほど。じゃあ僕が小学校の時に呼ばれていた名前をつければいい、うん、なんて呼ばれてた？僕、ヨッコーって呼ばれてました。ヨッコー、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 こう伸ばすの、はい、ああなるほどね、なるほどね。あ、じゃあでもヨッコーって、はい、なんか言いにくいじゃないですか。それよりはヨッコーの方が言いやすいじゃないですか。ヨッコー、ヨッコー、はい、はい、まあ、男の子なんか分からない、そうです、ね、画面見たらただのおじさんが映ってるぐらい、はい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 、で、まあ、ヨッコーの部屋か、まあ横地の部屋でいいんじゃないですか。パクっちゃっていいですか、そこまで字までパクっちゃっていいですか。横地まで決まりました皆さん。で字は地に点々しましょう。字のそう OK です。字の OK、 字だといいです、ね、ほら同じだから確かに立ちつつの字の点々しましょう、はい、地の点々しましょう。ありがとうございます、はい、皆さん決まりました。決まりました。横地の部屋もう全部委託しました。だから、はい、地に点々の方ですよろしくお願いします。お願いします。それじゃあ早速ちょっと乾杯の、はい、お疲れ様です。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 いや、せっかくこうこんな企画してくれたんで、いつものやつさんと持ってきたんですよ僕。うわぁ、どうぞ。ありがとうございます。すいません、僕がお願いしたのにいただいちゃいました。はい、ありがとうございます。いえいえ、ただこちらからもですねございます。まず1点目は清水白桃樹。お、岡山名物。はい、お素晴らしい、まあ、岡山といえば桃なので、ぜひ飲んでください。ありがとうございます。いただきます。あともう1点はですね、僕が大好きな羊羹。大丈夫ですか？羊羹大丈夫です。大丈夫です。もちろんです。もう僕日本で一番美味しいと思っている羊羹。へぇ、はい、もう本当美味しいんで、ぜひ食べてください。いただきます。ありがとうございます。いただきました。じゃあありがたくいただきます。すごいね、この樹齢。いや美味しそうでしたね。美味しそうだね、はい、いや岡山来ました。あーもう本当遠いところまで。いやいや、違う、30分でした。神戸から、神戸から帰り、はい、どうですか帰り。最近忙しいですか？忙しい。なんかどっかしら行ってますよね。あ、いや、パラの方もある。あ、そうですね、障害者の方の、うん、今東京パラリンピックを目指している選手の、サポートだったり指導をさせてもらってるんですけど、なかなか難しいは難しいですよ、ね、本当ですか、うん、やりながらワイワイリンクもやって、はい、でたまに自分も試合見ててね、それがすごいね。あ、なので、まあ、正直でもちょっといろいろやりすぎてこう手が回らなくなってしまって、それも良くないなと。なるほど。ちょっと最近感じてきてます。村田さん、すいません、どうぞ。あ、いただきます。あれ、横山さんはワイワイリンクやって今どんぐらいですか？今ちょうど3年経ちましたね。うん、はい、そうですね。まあ、もともとはちょっと場所を固定せずに
依頼のあったところに行って、でフリーランス的な、はい、うんうんうん、材だったんですけど、まあ今の卓球場ちょっと縁があって、まあ、お借りすることができたので、そこが始まってちょうど3年。もう早いですね。3年やるの立派ですよ、本当に。最初の頃苦しかったですか？やっぱもうめちゃくちゃ苦しかったですね。死にかけました？死にかける、もう手取り10万とか。はい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 、はい、でもうその頃結婚して子供もいたんで、もうこれでどうやって手がちようみたいな感じでしたね。なんか来るだろうと思ってても、お客さんってなかなか来ないじゃないですか、うん、やっぱり難しいですよね、うん、なんかだって横浜さんなんて日本ランカーで日本代表になってて、いろいろねこう名門も出て誰もが知る存在であってもそうなんですから、だからやっぱ痛感させられますよね。いやもうもう世の厳しさというか、はい、もう勝手にアクノロドル、そうそうそう、アクノロでしょぐらいに最初思ってるんですよね、怖いもんで。本当怖い。そしたらね、来る日も来る日も一人で座ってる日が続くみたいな、はい、今からやろうとしてる皆さん、そんな甘くないから気をつけた方がいいですよ。いや早速なんですが、今日村田さんに10個の質問を、はいはい、私される側苦手なんですよね、はい、考えてきました。まあ、最初はちょっとパスありですか？パス、うん、パスパスもはなしですね、はい、もう答えれる範囲で全部答えていただきたいなと思います。はい、まあ、最初はじゃあ1つ目、はい、1つ目、卓球を始めたきっかけ。きっかけ、はい、はなんだ、お小4から始めて。小 4？ はい、小4から始めました。あ、この間もお聞きしましたね。そう、小 4？ 小4から。それまでずっと野球と水泳とバスケやってたんですよ、うんうん、はい、はい、で野球メインってやってて、で親父が野球のコーチと、はい、卓球のコーチを一応やってたんですけど、たまたまうちの兄弟も3人兄弟なんですけど、真ん中の兄貴と今東京にあるウィニングジュニアって、はい、分かります、はい、あそこの片岡さん、はい、今監督やられてるが同じ同期で同じ保育園で、まあ、パパ友というか、はいはいはい、家族ぐるみ付き合いがあって、で子供たちを教えるのを手伝うっていうので親父は卓球を始めたんですよ、うん、コーチをするために。ほう、はい、なのでそこでやったのもあって、たまたま遊びに来て、うん、卓球を始めたのがきっかけ。全然遊びに行く感じですね。なので卓球今まで続けるとは夢にも思わなかったですね。でも今の現役のトップで活躍してる選手もなんかこう卓球だけじゃなくてこういろんな競技をやってる人多いですね。多いですね。水谷選手も確かサッカーをやってたりとか、うんうんうん、で大島選手は陸上をやってたりとか、結構案外、まあ、今でも違いますよね。もうほんと幼稚園ぐらいの年齢から卓球一筋で、ね、その世代がこの後どうなるかちょっとほんと楽しみですよね、うん、僕はなんかいろんな競技をやってた口です、うん、じゃあ待って、うん、だからまあ多少年が、まあ、小学高学年でもまあ良かったですね。間に合ったというか。どうなんですかね。間に合ってなくないですか。いやいやいや本当に間に合ってると思う。全然。ちなみに全中は出られてます。全中はいやいや、だってで、3位です。そうですよね、うん、団体が2位でシングル3位です。もう考えられない。今じゃ、まあ、小4で始めて全中で2位、3位で今じゃ絶対考えられない。あ、今こうみんなすごいですからね。すごいですね。あ、そっか、そう考えたら多分小3の終わりで初めてラケット握って、うん、ポコポコ遊んでて小4の下部の予選あるじゃないですか、はい、東京の、はい、あれで優勝しちゃったんですよ。いや、あ、天才ですね。違う、天才です。違う、あ、なるほど。たまたま。いやいやいや、それで出て一発目でボコボコにされたんですよ。はいはい。それで初めてなんか悔しいって芽生えて、うん、ちょっと卓球頑張りたいって言って野球と2年間並行しちゃったんですよ。
並行しちゃった。はい、野球、週末野球やって、平日は卓球やるみたいな生活をずっとやってて、中学上がるときに、ちょうど僕中学上がるときに、実践学園中学ができたんです。おお。なのでその時のウィニングジュニアのメンバーがその時全国で3位かなんかになってて、並木さんとか、はいはいはい、藤井さんとか、はい、それこそ高校で言えば紀宝さんとかが先輩がいたんですよ、クラブに。はい、だから中等部作るから来ないかって言われて、野球で済むのか卓球で済むのかを選べみたいなになって、その時多分野球は幼稚園からやってて、もう結構スパルタだったんですよ、はいはいはい、巨人の保守的な、はい、だからもう卓球の方がたまたましかって、卓球で進むって言って入ったのが実践中です、うん、1期生、だから先輩いなかったです。おお、なるほど。いやー、まあでもあれですよ、もう練習できないとね。いやー、基本わかります。わかります。はい。だからもう努力の度もない人間だったんで。え、じゃあまあそういう意味ではやらされていた。多分何らかね好きだったと思うんですけど、中2ぐらいから嫌いになりました。はいはい。それは行ってからですね。行ってから。行ってから。行ってからもうこんなやるんだみたいな卓球って。はいはい。でもなんか負けるの嫌だみたいな、うん、あるからだし、そう先生からなんかぐちぐちやっぱ言われる、はいはい、部員がいると言われる子言われない子じゃないですか、はい、言われないタイプではあったんですけど、うん、結果を出せば言われないでしょっていうことだけを目的になんか頑張ってました、はいはい、そうですね。なんかお前ら現役でしょうもなかったな、ほんと超生きてた。ありがとうございます、はい。では、二つ目、はい、経歴、まあ今、実践学園、はい、お聞きしたんですけど、はい、経歴、経歴そんなない。ちなみに、小学校の時のクラブチームはウィニングジュニアです。ウィニングジュニア、はい、から実践学園に中高行って、大学が明治、うん、で、NTT、 NTT、はい、に入って、独立して、今その学生時代で、うん、ごめんなさい、もう3つ目いきます、うん、じゃあ学生時代、まあこういう練習はよくやったな、よくやらされたなっていう練習とか。いや実践、その頃の実践って、いやその頃の時代が時代ですけど、まあ、オールフォアなんですよ、はいはいはい、バック使ってたら殴られるみたいな、はいはいはい、世界だったんで、高2ぐらいまではインハイ前とか、はいはい、まあ、関東前とか合宿やるじゃないですか、はい、そうすると、大体その頃、今って7分半を2回ずつとかで、はいはい、1コマとかじゃないですか、はい、そうですね。その頃、少なくとも40分、20分にしとくんですよ、レギュラー組と相手側で。ほぉ。で、40分のうち20分、20分で、左右前後のフットワークをやって。え、ごめんなさい、もう一回お願いします。誘致やります、はい、で、じゃあレギュラー組、はい、イレギュラー組、はい、最初20分、左右やります。20分、はい、左右だけ、はい、一本一本っていうことですか。一本一本です。お、フォアで。はい。20分。20分。はい。その次また3点とか、はい、日本一本とかを20分やります。あ、え、20分じゃない。いえ、40分に。やった。やばいですね。で、はいはい、終わって、まあ、5分とか休憩してみたいな感じだったんですけど、はい、合宿になると一コマあたりの時間が嘘じゃないですよ。1時間半45分になるんですよ。1時間半45分、うん、90、45、ノンストップ、30分左右、30分前後、30分オールみたいなのを一気にやるんですよ。で45分動くのをやってたんで、だからひたすら動いてました。ほぼバックなしの、なし、高2まではなし。高2まではなし、なし。はー、じゃあバックもこれだけですよね。じゃあもうこれかドロップしてペッチ、はいはいはい、ワルドナーを、はい、はー、だからそれは、あんなのない、もうないですよね、今まで。明治ってもないし、もちろん。いや、噂には聞いてたんですけど、まあそれに実践、その実践の OB の方って大体フォアめちゃくちゃ強い人ばっかりじゃないですか、うん、紀宝さんに、紀宝さん、並木さん、もっと言ったら佐藤真嗣さんとか。そうなんです
大先輩です。あ、そうなんですね。で、まあ、久保田もそう。久保田さんだったり、うん、結構。いやそれで、ちなみに先生はどうだった？小曽根先生です。ああ。あ、でもちょっと、まあ、そこ結構微妙で、長野先生と小曽根先生なんですけど、はい、自分たちの代までは結構小曽根先生が熱い。はい。一回、清本さんと一緒に引退されたんですけど、はい、やっぱりこう戻ってこられて、見てもらったんですけど。で、高2の時に自分が、中野祐介くんとか、はいはい、岸川聖也くんのお兄ちゃんの一世くんとか、はい、がやっぱり僕の代って結構上にいたので、はい、で、準優勝、準優勝とか、うん、ジュニアも8-4とかってみんないたんで、よく年明けに全日本の合宿あったの覚えてます。ああ、はい、やってましたね。あれで上の方行くと海外遠征行ったりするじゃないですか。はいはいはい、あれで行ったんですよ、はい、自分と中野祐介と一世と、もう一人宮田くんっていう子が行ったんですけど、はいはい、で、行って宮田、懐かしいでしょ、はい、懐かしい。で、行ってそのベルギーオープンとか、はいはい、イングランドのナショナルチームとか行かせてもらって、うん、練習してる中でバックハンドを振れっていうことになって、そこで僕は持ち帰って、もう怒られてもいいかと思ってバックハンドを入れた練習を始めて、はい、そこから解禁されました、やっと。なるほど。なので、それまではもうフォア一辺倒、はいはい、頑張って動いて気合で打ちますみたいな感じですね。じゃあ途中から、確かに阿部さんとかはすごい両ハンド系かなと思ってたり、ね、山崎ジョージ、今アンドロの社長、じゃああれは村田さんのおかげでこうちょっと変わってきたんですね。まず僕の代に有本って龍也がいて、いつもあんま動かずにこっちうまく振る子だったんで、うん、そういうのもあって多分徐々に良くなってたけど、基本でもオールフォアですね。なるほど。そうですね。だからそれは一番思い残ってるのと、実戦はその当時試合で練習試合、はい、部内で、で練習でやるんですけど、ある時いきなり負けたら打たないってなるんですよ。負けたら打たない、ま、負けたら歌を歌うっていうのがあって、はいはい、でそれが2段階あって、1段階は、まあ、負けたら全員並んで真ん中に椅子立てて、その上に立って歌謡曲1曲歌うっていう。お第2段階はバレーとかジョバスとかゲットでかいとか行って、一曲歌わせていただきますって歌うっていう恥ずかしめがあったんですよ。それやばいですね。はい、もう絶対負けられないですよ、はい、もうっていう罰ゲームがあったのは結構いい思い出ですね。なるほど。まあ、それで精神力鍛えられるんですかっていう。もう今やっちゃうとやばいもんね。へえ。高校時代は結構なんか濃かったかもしれないですね。はい、時代って変わりますね。変わります。今はなんか平和だなって思いますね。平和ですよね、ほんと。僕もあの子供の教室だったりっていうのをやってるんですけど、はい、もうなんかやっぱり自分もそういう教育を受けてきてたので、うんうん、やっぱ教育を受けたのをなんかやってしまいそうになるんですよ。手殴るとかじゃないですか、はいはいはい、でもなんかそう厳しくというか、今の時代に合ってないような指導になりかけることがあるので、すごいやばいやばいと思って。でもないですかそれ。なんか教わってきたことをそのまま下に伝えようとしてしまう流れが僕はちょっとあるので、ちょっと気をつけないといけないな。難しいっすよね、うん、その子供たちを教えるって。まあ僕今はその神楽坂のスタジオはもう若い子たちがやってるんで、はい、自分がこう初めて最初の頃ジュニアとかやって、うちのスタジオってどちらかというと地域柄的にも習い事の一環としてくる子が多かったんですよ、はいはいはい、なので全国目指して頑張りますっていう子は本当一人二人で、うん、あとはみんな英語習ってます、塾行ってます、水泳やってます、で一日で卓球来ますみたいな感じの子が多かったんで、はい、なかなか温度差違うじゃないですか、うんうん、なのでまあ練習内容に関しては分ければいい話なんですけど、はいはい、でもそれでもやっぱりこう片方はなんかすごい頑張ってて片方は遊びに来てるみたいな感じだと、はい、どこにもみんな良くないので、なのでその入りたいですって言ってきた親御さんたちにはちゃんとその手を出すとか、はい、そういうことは一切しません、はい、ないですよ、うん、でも
その人として間違ったこととか、その人を傷つけたりとか、その場の雰囲気を壊すようなことっていうのは大人になった時に絶対困ることだし、それは小学校で怒られないようなことがあってもここでは怒ります、はい、注意をします、はい、それで、もし不満を持たれるようだったら入らない方がいいです、うん、それを容認してくれるんだったらぜひ面倒見させてもらいますっていうのは必ず最初言ってました。なので平気で怒ってました。怒って、まあ、注意というか、うん、怒るときは本気で怒るし、はいはい、注意するときは注意するっていうのをやってましたね。すごいなんか戸惑いましたね最初。いやそうですよね、僕絶賛戸惑い中ですね。本当にたまにちょっと分からなくなりますけど、うん、まあでも頑張ります本当に。いや、お母さんなら大丈夫ですよ。